カリシュ。カリシュ、イティッシュ、5、は、ポーランド中央部の都市、ビエルコポルスカ県南東部を流れる、プロスナ川に面し、市は、近隣の都市オストロフ・ビエルコポルスキ、スカルミエルジツへとコナベーションを形成する。カリシュは、重要な地域の工業と通称の中心地である。多くの有名工場があり、カリシアブランドのピアノ工場がある。市は、 伝統的に民族芸術の中心地でもある。カリシュは現在、ポーランド最古の都市と考えられている。それはプトレマイオスがこの街をカリシアと書き残しているからである。街は、ゲルマニアの古珀の道途上にある大部族連合バンダル族のうちの一部族である、ディドゥン族の領土であった。市の中心部が、 どの場所にあったか定かでないが、現在の市の中心部には2世紀から人が定住していた。一帯からローマ時代の加工品が多く出土している。これはバルト海へ向かうローマ帝国の正体の定流する場所であったことが指摘できる。現代の仮種は、城代の直下地区及び小規模砦として9世紀頃に作られたとされる。ケルト語で川の流れを意味するカロリー。 もしくは古い西スラブ語で、泥、沢地か湿地を意味する、カルから名前が生じ。1106年、ポーランドをボレスワフ賛成が町を攻略し、彼の報道と併合した。1253年から1260年の間、町はシロンスク、シレジアの城だ。シロンスカによって特権を授けられ、すぐに成長を始めた。ビエルコ・ポルスカ地方有数の裕福の町となり、 中世ポーランドの封建制分裂時代には、ポーランド王家であるピャスト家の分子によって収められる独立広告を形成していた。ポーランド再統合後、町は織物業と林業の中心として知られるようになった。同時に、ビエルコポルスカの文化の中心であった。一体の経済成長には、ジェドノッタ・ブラトレスカ、日本語では、ボヘミア兄弟団と訳されるという多くのフス派。 プロテスタント移民期をした。彼らは、仏戦争後に、ボヘミアから追放され、カリシュとその周辺へ定住していたのである。そして、ユダヤ人も、1139年頃からカリシュへ、定住した。1264年には、ユダヤ人の自由と安全を保障する、カリシュの法令が発布された。当初は、カリシュを含めた大ポーランド公国の法律であったが、間もなくこれは、 ポーランド王国全体の法律に昇格した。これにより、ポーランド王国の社会は、ユダヤ人にとって、住みよいものとなり、ドイツなどといった、当時のヨーロッパ各社会で、ペスト化をめぐる集団ヒステリーによりひどく、迫害されていた、ユダヤ人たちは安住の地を求めて退去して、ポーランドへ移住してきた。また、他国とは、生活習慣が異なり都市でも密集居住や、 不衛生な環境を嫌うポーランドでは、大規模なペスト流行が起きなかった、渦参照ため、ペストをめぐる奇妙な反ユダヤ主義的迷信も、コーラなかった。これによってポーランドは、ヨーロッパで最大のユダヤ教徒人口を抱える国となっていく。1282年、司令がプシセミス二世によって認証され、1314年には、ブワディスはフ一世の定めた。 ポーランドの地方行政区画の一つ、カリシュ県の首都となった。通称の有名な中心として、カリシュは多かれ少なかれポーランドの中心地の地位にあった。戦略的要所にあることから、1343年にカジミエシュ三世がこの地で、ドイツ騎士団とカリシュ条約に署名ている。王立特権都市として、市は事実上の特権に守られ、1426年には、 タウンホールが完成した。そして、ポーランド大三重子三世は、カリシュに埋葬されている。1574年、イエズス会がカリシュへもたらされ、1584年に、彼らはイエズス会新学校を開校した。これは、過去になかった、ポーランドにおける教育の中心として知られた。しかし、近隣のポズナンが重要性を増すにつれ、カリシュの地位は、 次第に衰退していった。1792年、大化が死の大半を破壊し尽くした。同じ年に第二次ポーランド分割が行われ、プロイセン王国がカリシュを吸収し、ドイツ語でカリシュと呼ばれた。1801年がカリシュにビエル・コポルスカ最初の高級的な劇場を建設した。1806年、カリシュはワルシャワ王国に加えられた。 1812年ロシア戦役の間、プロイセンの将軍ヨハンルートビヒヨルク・フォン・バルテンブルクの1812年のタウロッケン協定により、ハインリヒ・フォンシュタインのカリシュ条約1813年が1813年にロシアイコールプロイセン間に結ばれ、プロイセンがロシアとの同盟を認証した。ナポレオン・ボナパルトの敗退後、ロシア帝国がカリシュを併合した。 プロイセン国境との近さから、市の経済成長が促進され、カリシュ、ロシア語、税は多くの移住者を集め始めた。移民は、ポーランドの他地域やロシア帝国内からだけでなく、ドイツ国内からもやってきた。1902年、カリシュとワルシャは、ウッチをつなぐ鉄道が完成した。このように創始国が変わった経緯から、カリシュには、カトリック教徒の他に、 聖教会の信徒、また、ルーテル教会信徒もいた。第一次世界大戦勃発後、国境の近接が死を悲惨な状態へ転落させることになった。戦争で、カリシュは最初に戦火を被ったのである。国境をめぐって攻撃が連続し、ドイツ帝国は武器庫のあるカリシュを砲撃した。1914年8月7日から8月22日まで続いた。 激しい攻撃の間、街はほとんど完璧に破壊し尽くされた。ヘルマン・フレウスカー率いるドイツ師団が市へ入場し、市民側のロシア帝国軍が仮主を守っていたことから、ドイツ軍は報復に出た。八百人の男性が逮捕されたり虐殺され、その間に市には火が放たれ、生き残っていた市民は追放された。九百十四年にはおよそ六万八千人いた住民は、 同じ年の終わりにはたった5000人の生存者を残すだけだった。しかし、大戦の終わりには、市の中心部が多少再建され、かつての住民が帰還することが許された。カリシュは、独立したポーランド共和国へ再び加わった。再建が続行され、1925年には、新たなタウンホールが開館した。1939年まで、 町にはおよそ8万9千人が暮らしていた。1939年にポーランド侵攻が始まり、またも国境に近接していることが災いを招いた。仮死はすぐに満足な戦いをすることなく、ドイツ国防軍に攻略され、ナチスドイツが直ちに死を併合した。第二次世界大戦の末期にはおよそ3万人のユダヤ人が殺害されていた。加えて、 二万人の地元のカトリック教徒が殺されるか、ポーランド総督府へ追放れ、ドイツへ強制労働者として連れ去られた。1945年、市にはわずか四万三千人しか住民がいなかった。これは戦前の人口のおよそ半分であった。第二次世界大戦後、町の再建が始まった。1975年、ポーランド統一労働者党第一初期エドバルド、 ギエレクのポーランド地方行政改革後、カリシュは分離したカリシュ県の県都に定められた。これは1998年に廃止され、カリシュはビエルコポルスカ県内のカリシュ軍の軍都となった。1991年、市が特権都市となった1282年を記念して6月11日が祝日に定められた。同じ年、市は分離した。 カリシュ市教座の所在地となった。カリシュは、ビエルコポルスカ県の教育中心地として知られる。30の幼稚園、29の小学校、15の中学校がある。7つのカレッジ、12の実業学校がある。また、ポズナン大学の分校、ポズナン経済大学、ポズナン科学技術大学、いくつかの高等教育機関がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。